シャンティーはフランス、オードフランス地域圏、オワーズ圏のコミューン、ロネット、川谷の中、シャンティーの森の中心部にある。シャンティー城の存在で世界的に有名であり、城内には一流の収集品を収蔵するコンデ美術館がある。また、ホイップクリームの一種、クレームシャンティーはシャンティーに由来している。そして、競馬の存在も世界的に認識されている。 シャンティー競馬場では、ジョッキクルブ賞とディアヌ賞の2レースが開催されている。町とその周辺には、フランス国内最大規模の競争場トレーニングセンターがある。15世紀から17世紀までは、モンモランシー家と、17世紀から19世紀までは、ブルボンコンデ家と密接な関係にあった。の、ネット側と、運河地域圏南部、パリ盆地に位置する。歴史的には、 バロは地方に属する。シャンティはボーベの南東約3 9トルパリの北約3 9トルにある。周辺のコミューンとともに約3万7000人の人口の都市圏を構成し、これはオワーズ県第4位、地域圏第7位である。町はテーブ川国の南端に位置する。テーブ川は全長3 3トルあるオワーズ川の支流である。 他には米誘致が点在する。これらの人工池は13世紀にシャリ修道院の修道士たちが魚の養殖用に設けたものである。町はまたオアーツ川支流のノネット川が横切っている。1150年にはキャントリアカスの名で記された。シャンティの名はおそらくガリア語の男性名キャントリアスに不動産を示す奥武をつけたキャントリアカムから来ている。 頻繁に行われた名称の説明にはキャンパスティリーがあるが、これは学術的なラテン語をもととした偽の語源である。1793年10月16日、国民公会は封建制度や王政、そして迷信を連想させる名称を持つ自治体を解明させ、シャンティーはシャンディーブルとされた。 1780年代のカッシーニ地図に描かれたシャンティ選手時代や鉄器時代の人の定住の証拠はない。ローマ時代の墓から副葬品がノネット側近くで見つかっており、そしてガロローマ時代にはシャンティの森の中に道があった。7世紀メロビング町時代の墓が17世紀と19世紀に発掘された。1223年頃、 ギーセ世とサンリスとサンルイコールデスラン修道院の修道士の間でテラ・キャントリー・イシーの土地について初めて報告された。ギーセ世は王の出自長でありシャンティー領の創設者だった。当時のシャンティーはドロサワ寺にある岩でボーベ市教区とサンリス市教区の教会であった。1227年、シャンティーの地に要塞化された建物の存在が知らされている。 パリ高等法院はその法令の中で実際にシャンティの森全体について触れている。その後1358年にジャックリーの乱で城が破壊されたことが初めて伝えられ、1394年にピエール・ドルジュモンによって修復が完了した。100年戦争中にはイングランドとブルゴーニュの連合軍が包囲しようとしている。アジャンクールの戦いで戦死した。 ピエール2世ドルジュモンの未亡人、ジャクリーヌ・ドペネルは、城を要塞として提供しなければならなかった。その見返りとして、全住民の命が助けられたが、すべての周辺の村は台無しにされた。18世紀に描かれた、シャンティー城16世紀、城の周りには、小さな村落が点在していた。関県保は集落は最も城に近く、規模の大きなものだった。この時代から、 村落は城の拡張を歓迎するようになった。1219年に存在を伝えられているサンジェルマンデハイドーは17世紀の城拡張で失われた。関ケンポは集落にあるいくつかの建物は公爵の随行員を収容するため作られていた。1539年に建てられたオテルド・ボーオベはアンヌ・ド・モンモランシーの狩りの同伴者を止めるため、1553年に 建てられたオテルと関係ンンポアは、原水の従者を収容するために使われた。原水、アンヌの父義王ムは1515 15年に、教皇直書によって城付属礼拝堂でミサを挙げる、権利と秘籍を与える権利を獲得した。それは、城と住民、向かい合う周辺の村とが独立した教区となる、最初の兆候であった。1673年、 大根ではグービーユーへつながる新しい道路を開通させた。これが現在のコンネタブル通りである。通りの両側に付属する土地はシャンティの都市計画における最初の核でまかない付きの宿、城の職人の工房、召使いの住居が並んだ。この地区はまだボーベ市教区に属するグービーユー教区、サンリス市教区に属するサンレオナールの教区とに分かれていた。大根では 城の近くに教区教会を建てることを自らの意志とした。コンデコー、アンディジュールは父の世を組んで1692年にノートルダム教会の建物を建て、サンリス市教区に属する新たな教区教会とした。シャンティは彼のための報道であった。彼の孫にあたるルイ4世は最初の計画を立てたシャンティの真の創設者である。彼はグービーへの道に基づいて、 合理的な計画を練った。1721年に第9社建設が起動すると、公爵は1727年には通りの南を分割した。公爵は管理に抽選で土地を売却した。その土地には芝生と同様に建築基準を満たす義務があった。これらの基準やファサードの設計は、第9社の建築家、ジャンボベールが決めた。 これらは1730年から1733年の間に建てられた。1760年頃のシャンティ時期シャンティーレース18世紀後半、多くの経済活動は常にコンデコのイニシアティブによって着手された。シャンティーレースは17世紀終わりに誕生しその後広まり、1726年には時期工場が創設され、 現在のマシーヌ通りに1730年に設置された。工業用の建物は1780年代に大運河の終点に豊富な水量を当て込んで建てられた。フランス革命期のシャンティーは教区としての限界を見せるコミューンであった。初代市長はシャンティ荘園の監督官であったし、コミューン管理は城に勤めていたものを雇用した。バスティーユ襲撃のわずか数日後に、 コンデコーは国外へ逃亡した。不動産は1792年の亡命に関する法律に基づいて区画を分割した。最初の区画は1793年から1795年の間に販売された。かつての菜園、カスケードのある庭園、現在のコンネタブル通りに沿った最後の利用可能な区画、公爵の所有であった小さな芝生、 町の家々の周囲がそれに含まれた。これらの最初に処分された土地の多くは、中世以来のシャンティのドメーヌとして戻ることはなかった。残りの領域は1798年に分割され、徐々に売却された。恐怖政治によって1793年に市長がジャコバン派に交代した。1793年から1794年、シャンティ城は、 オワーズ県の囚人を収容する監獄であった。1799年、城は国家によって売却され、二人の実業家が石の採石場に変えた。第9社は軍が接収した。第11騎兵連隊、第1流騎兵隊が1803年から1806年に駐留した。コンデコの不動産売却から、いくつかの業者がビジネスを開拓し利益を得た。 1792年、シャンティー・ジッ工場は、新しいイギリス人をオーナー、クリストファー・ポッターのリーダーシップの下で、陶器の製造を行うようになった。銅の延厚機が、運河のほとりの工場建物2801年に設置され、その後1807年に、フランソワ・リシャール・ルノワールが、自分の製紙工場を設置した。この工場は600人を雇用し、 コミューンの繁栄の源となった。新しいイギリスの技術を取り入れ、工場はインディアンヌオリを含む、宝石業や洗濯業など、多様化した。ルノワールの製紙工場は1814年以降、衰え始め、独占を失い、1822年に破産した。1815年、コンデコー、ルイ5世に、残っていた城と不動産が返還された。 それはかつて庭園だった場所の一部を取り戻し、残りを買い上げたものだった。ルイ6世は1823年にコミューンに消火栓を設置し、1827年に街路灯が多く設置された。1834年、シャンティの芝生で最初の競馬が開催された。1840年代、これらのレースは、首都して首都からのすべての階級の陶器によるものだった。 レースの成功は1859年に開通した鉄道路線に起因する。その後、競馬観覧車のための建物がレース当日の観光客や陶器の人々2万人を収容できるよう作られた。トラックとスタンドは徐々に現在のシャンティ競馬場の姿となっていった。最大の人数を収容した記録は第一次世界大戦前夜に生まれた。 1912年のジョッケクル武将に約4万人が集まったのである。競馬場の周りにサラブレッドのトレーニング施設と旧車が建設され、競馬による経済が生まれることとなった。1846年、シャンティには2人の調教師と17人の休務員がいた。それが1896年には30人の調教師と309人の休務員となった。機種、調教師。 ム務員といった競馬業界はイギリス人で占められていた。1870年代に成功会の教会が建てられたようにコミューンでイギリス人のコミュニティが生まれた。並行して余暇の地としての都市化が進んだ。周辺の自治体に多くの貴族やブルジョワが別荘やシャトーを建てただけでなく芸術家がコミューンに定住した。グービユーには ロスチャイルド家が別宅を構えた。1908年に開業したグランコンデホテルのような高級ホテルが作られた。町の最後の領主であるオマール公爵、アンディ王子は競馬産業の発展、イギリス人の定住、町の発展を奨励した。1876年から1882年にかけオマール公はシャンティー城を改修し、当時の優れた 美術品を収集した。彼の城には上流階級の人々、皇后ーーエリーザベト・イン・バイエルン、ロシア大皇ウラジーミル・アレクサンドロ・ビチラが集まった。オマール公爵には子がなく彼の守護シャンティのドメーヌはアカデミー・フランセーズに依存され、城は1898年に一般公開された。シャンティを訪れる人々にとって城は魅力となり、 同年の上半期に訪問客は10万人に達した。豊富な富が先望を集めないわけがなかった。1912年3月25日の朝、アナ・アーキスト、ジュール・ボンノの一団が、ソシエテ・ジェネラルのシャンティー支店を襲撃し、従業員二人を殺害した。競馬場の芝生を前に立つグランコンでホテル北部にあるルフェーブル地区1870年。 不屈戦争の間ほぼ一年間、シャンティーはプロイセン軍に占領されていた。第13軍団司令官であった、メクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツと彼の部下たちは小さなシャトーに滞在し、彼の軍隊は第9者に駐留した。9者の馬は避難した。1914年9月3日、ドイツ軍がシャンティーに入場したが、移動して部隊を残していかなかった。 城を占領されたにもかかわらず、近くのコミューンであるクレイユとサンリスで起きた破壊と火災を意識したが、軍による損傷は特に見つからなかった。フランス軍兵士は9月9日まで戻らなかった。マルヌの戦いの後、大元水ジョフルは、鉄道を経由して、パリに行けるシャンティに本営を設置した。1914年11月29日、接収された。 グランコンでホテルに総司令部が置かれ、450人の士官、800人の歌士官、軍人が滞在した。ジョフルは100メートル離れたところにあるビンラポワレに滞在した。1915年12月6日から8日までシャンティーで会議が開かれ、同盟軍の首脳が軍事計画を設定し、1916年の同盟関係の調整を行った。 1916年12月、総司令部はボーベに移転した。シャンティは前線で負傷した兵士を治療する救急病院が置かれた。1200人の女性だけでなく、200人のドイツ人、戦争捕虜がおり、200人の安南人たちが大砲や軍事輸送を視覚的に保護する目的で絵を描くために雇われていた。1940年9月13日、 ドイツ国防軍がシャンティに入場した。第9者は動物病院にされた。4000人がドイツ軍入場を歓迎したと推測される。グランコンデホテルはドイツ軍司令部となった。コラボラトゥールの殺害に続いて、教区司祭で1943年にハンナチスの説教を行ったシャルパンティエ氏が他のレジスタンスと共に逮捕された。 彼はマウトハウゼン強制収容所へ送られ、1944年8月7日に死亡した。カナルディエール高架橋は1944年5月30日に連合国側の空爆で破壊された。シャンティが解放されたのは同年8月31日、アメリカ陸軍によってであった。アメリカ軍第8空軍がグランコンでホテルに入った。対戦後のシャンティは北部に 新たな住宅地が生まれ発展した。高層集合住宅は含まれなかった。旧市街にあるいくつかの邸宅や別荘は新たな住宅地造営のため取り壊された。パリ地域で働く新しい住民がシャンティーに移った。並行してシャンティーはほぼ完全に工業活動が失われた。シャンティー市議会は市長一人、副市長九人、代表議員八人。 他に与党に属する議員10人と野党に属する議員5人で構成される。参照元、1968年以降、陰性栄光の30年と呼ばれる高度経済成長期に、シャンティ北部やボアサンドニ地区には住宅地が造成され、人口は6000人から1万人を超えた。これは、イルド・フランス地域圏在住者の移動であった。1970年代終わりから、 人口増加が著しく遅くなるか、一時的に停滞した。新住民の夫婦がシャンティーで新たに財産や土地を所有するのに圧力をかける政策が取られたからである。この状況はパリ首都圏内で類似の傾向にある。2007年時点で外国籍の住民は人口の6.8%である。これはピカルディ地域圏の平均4.8%より、 高いが国内平均の8.2%より低い。外国籍住民の44%は EU 出身者、22%がマグレブ諸国出身者、10%がアジア出身者である。国別では最も多いのがポルトガル人、ついでモロッコ人、そしてイギリス人である。イギリス人はシャンティにコミュニティを持つ集団の中で最も特別な。 存在である。中心部にはイギリス産製品を扱う商店があり、サロンの手がある。英仏二カ国語で教育を行う私立のイギリス人学校がある。市内のコレージュやリセでは英語の特別なクラスがあり、私立図書館には英語の本が所蔵されている。聖公会の礼拝所、ボーイスカウト組織、クリケットのクラブ、イギリス人移住者福祉協会がある。 シャンティの経済史から貴族の存在を切り離すことができない。競馬産業と観光業が現在大きな割合を占めている。シャンティの労働人口は五千八百八十八人で総人口の五十三パーセントを占める。労働人口の八十パーセントは十五歳から六十四歳である。この労働人口の約半数にあたる四十一パーセントは県外、ほぼすべてが ユルドフランス地域圏で働いている。この割合は微増している。より少ない31%はコミューン内に通勤している。シャンティーやその近辺に拠点を置く、大企業はない。最大の雇用主となっている、リセージャンロスタン、シャンティー氏、コンピューター会社 EDI はいずれも従業員数250人を超える。2007年1月1日時点でシャンティーには801社あり、 商業は193社である。失業率はオワーズ県の10.7%に対し8.4%であった。シャンティはフランス国内最大の競争場トレーニングセンターである。2620頭のサラブレッドを含む2633頭の馬を用し上京市が所属する旧社が100カ所ある。パリの競馬場でレースを走る競争場の70%が、 シャンティの競争場である。国内第2位の競争場トレーニングセンターのあるメゾンラフィットにはわずか800頭である。シャンティで競馬に直接的、間接的に関わる雇用者は約2000人である。フランスギャロは競争場のトレーニングセンターとしてシャンティ調教場を管理、運営している。シャンティの V4 森の道、ポールセザンヌ・シャンティー場は コン月号の庇護を受けた作家を多く受け入れてきた。最初は1626年に滞在した詩人、テオフィル・ビオである。彼は、モンモランシー公爵夫人、マリー・フェルシーに保護され、生涯最後の数ヶ月を城で過ごした。ジャン・ラシーヌ、ニコラ・ボワロー、ジャンドラ・ブリュエール、ジャンドラ・フォンテーヌ、ジャック・ベニー・ボシュエ、モリエールも城に短期滞在した。アベ・プレボも、 生涯最後の2年間をシャンティ城で過ごした。1838年、フランソアルネド・シャトーブリアンはシャンティの邸宅に滞在し、アンギャン公のノケに触発された墓のカナタからの回想を執筆した。ジェラールド・ネルバルは幾度か滞在し、シャンティを連想させる火の娘、オーレリア、あるいは夢と人生を描いた。マルセル・プルーストは短期滞在し、 失われた時を求めて、第四編ソドムとゴモラにおいて、シャンティとオマールコーを連想させている。ジャンコクトーは、グランコンでホテルに繰り返して滞在した。画家たちは、木内の装飾を行っただけでない。1885年、ポール・セザンヌは、ホテル・ドラクールに5ヶ月間滞在し、街や森を描いた絵画やデッサンを残した。1927年、美術評論家で、 ガローオーナーのドイツ人、ビルヘルムウーでは、シャンティに滞在した。彼は、ガカセラフィーヌ・ド・サンリスの宣伝に力を尽くした。シャンティを舞台として撮影された作品には、以下のものがある。フランス優勢校舎が、シャンティ城を描いた切手を発行したとき、発行日、初日インを押す行事が、シャンティで行われた。ありがとうございます。